姫見祇園祭りは、江戸時代中期より続く、富山県姫見市の市街地で、毎年7月13.1415日の3日間に、渡り、行われる五座町の日吉神社と中町の姫見屋神社に、合師している、八坂神社の柿霊大祭である。2006年には、と、山の文化財百選に選定されている。氷見の中心部を流れる港川を挟み、 日吉神社を推計する南十町と、日宮神社を推計する北六町の町が古くは、旧暦の6月13日から15日に、御輿の徒御に具ぶし、南十町が引山を、北六町が建物をそれぞれ引き回していた。現在再例には13日と14日に、御輿と共に、南十町のうち五町が引山を、また南十町と1948年より、 加わった中伊勢町を合わせた経営11町と北6町が地元で太根大と呼ばれ親しまれる太古代の引き回しとぶつかり合いを行う。氷見祇園祭りの起源については、上京年間から聖徳の頃にかけて3つの説の伝承があるが、いずれも氷見で薬病が流行しそれを治めるため、薬病封じの神である祇園神を勘定し祭り、 悪役退散を願ったことが共通しており、始まりとされる。引山の創始については、よくわかっていないが、1829年には南十町の引山が揃って、神越の都御に愚伏していたと、現存する氷見の町役人伝、中谷権右衛門が記した日記、当たる京雑記や氷見博物館によって、資料整理された、植木寺所蔵文書に残されている。 また五座町の引山の本座人形の布袋の胴体は1799年6月上旬に製作されている旨が胴体保管箱の蓋裏に墨書きされている。さらには1679年に上日寺境内にあった日吉三王者の3月の祭礼に南北の両庁が本座をそれぞれ恵比寿子と大国とする2期の引山を製作し、御越の都魚に具分し、 南北領庁を引き回すようになったとの古文書が残っている。この2体の人形は、植木寺で毎年4月17.18日に行われるゴンゴン、祭りでお供えされているものと伝えられる。建物は北六町が1803年頃に南十町に対抗して、竹枠と足でできた。 大きな建物、人形を作り引き回し始め北た六町を引き回したとされ、引山と建物が一緒に引き回されるようになったのは、江戸時代後半からである。しかし、大正初期には建物は引かれなくなり廃絶してしまった。引山は1938年9月に起きた、秘密大火での消失や、引山の老朽化により引かなくなった町があり、現在は5期となっている。地元で、 太鼓台と呼ばれ、親しまれる南十一町と北六町の太鼓台は、前方に鳥居、その下に太鼓を乗せ、鳥居の上には、おみあかり、祇園大祭などと筆書きされた、長方形の立方体の安闘を立てた、小さな四輪の地山の中心に、ちょを飾った松の木を立て、みこしやしまにくぶする、姫独特のものである。若手が左右に大きく揺さぶったり、十四日夜には、 太鼓台同士をぶつけ合う、ぶつけ合いが行われる。南下町南上町南中町川原町、しきり町地蔵町高佐護町新余五座町市も、伊勢町大城伊勢町大,伊勢町大中伊勢町港町、本川町、中町、浜町、今町、北新町もともと10期あった引山は1882年5月15日に、起きた大火と、1938年9月6日に、 起きた大火で多くの引山が消失、累昇し大きなダメージを受けた。明治の大火では消失したすべての町が新たに引山を建造し再興したが、昭和の大火では5町の引山が消失、南中町が1976年に38年の時を経て引山を新調し、再興を果たすが、残りの4町は累昇を免れた本座人形や前立。 湧き立ち人形などを修復、または新調する町はあるものの引山そのものを再興することはできず、現在大化による消失は逃れたが、老朽化により破損がひどく引き回すことができなくなった、下伊勢町と合わせ、五機が廃絶し五機が引き回されている。その現存する五機の引山は、高岡五社さんと同じように断じりに鉾柱を、 縦花傘をつけた花穂子出しで、上山と下山の二層構造の引山は、上山中央の穂柱の周りに、色とりどりの花をつけた先き竹を放射状に広げた花傘の穂山だが、南中町と御座町は現在花傘を取り外しつけていない。穂柱の先端には、標識と言われる穂止めがついており、本座と言われる御身体を備えている。また、前立人形、または、 脇立ち人形と言われる人形が備えられている。下山には、拡張衣装を凝らした刺繍が施された赤い掛か,かり膜が貼られている。車輪は四輪の第八車用式で、夜車、または、い車である。13日の夜には、御座町、南上町、南中町のみが、上山上部を取り囲むように6から7段の町鎮を、付けた町鎮さんとなり引き回される。 江戸時代には13日の夜に御しに愚痴し、昭和の大会以前は14日の夜に10期揃って、長鎮んとして引き回されていた。なお、引山林には、笛、三味線、太鼓を用いるが、担い手の減少から2015年現在、御座長だけが取り行っている。御座長明治、昭和の大会を逃れた引山で、最も創建が古いとされる。 南上町1882年5月の大火で焼失したが、1903年11月に引山を新重し再興した。新重にあたっては何年間かの月日をかけて建造されている。南中町1938年9月の大火で脇立ち人形や銅膜などを除き焼失したが、1976年38年の 時を経て高さ約7メートルの引き山を伸長し、再興した。なお1831年2月に起きた大火でも、全焼しているが、その後引き山を伸長し再興している。上伊勢町1882年5月の大火で、消失したが、1900年に引き山を伸長し、再興した。地蔵町明治、昭和の大火を逃れた引き山で、上山は、 大改修が行われていないため、江戸時代の引山の面影を最も残している。南下町白木造りの引山だったが、1938年9月の大火で全焼した。なお1831年2月に起きた大火でも全焼しているが、1836年に引山を新調し再興している。下伊勢町1938年9月の大火は逃れたが、 その後引山老朽化による破損がひどいため栄光を中止。河原町二重高乱が、種塗りで細かな彫刻と金彩をまとった引山だったが、1938年9月の大化で、前立人形の頭部以外は消失した。仕切り町二重高乱が、種塗りで細かな彫刻と金彩をまとった引山だったが、1882年5月の大化では、鉾めと本座を、 1938年9月の大火では、前立人形の頭部と衣装を残しほぼ消失した。高町1938年9月の大火で、本座の頭部、両手など一部を残し消失した。現在は廃絶したが、港町、本川町、中町、浜町、今町、北新町の北六町では、車輪付けの台座に新棒を縦底に竹を編んだ枠を作り、 和紙を貼った後再色した人形を引き回していた。1803年頃に南十町に対抗して作り引き始めたもので、題材は歴史上、伝説上の人物、物語の主人公など毎回変更されたようだが、毎年必ず出されたわけではない。大きさは題材を含め低いもので12メートルから15メートル、高いものは17メートルから18メートルもの高さがあった。 明治中期までは南十町の引山と北六町の建物が引き回されていた。しかしこの頃より町には電線が張り巡らされるようになり引山は鉾柱を切り下げるなどして対応できたが、建物は対応ができず、明治後期には建物を出す町が減っていった。その後1915年大正天皇の即位の大礼を祝い港町、中町、北、新町、 今町の4丁が高さ約9.1メートルと、前世紀に比べせの低い建物を引き回したのを、最後に出されなくなった。ありがとうございます。